週のカノン、テイルズオブデスティニー2実況プレイ。皆さんもこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はハイデルベルグの街を探索して、TOD のおさらいにしたり、街の人の話を聞いてウッドローがどれだけ頑張っているかを知れたので、私はすごく楽しかったですはい、ということで今回は、メインストーリーの方を進めていきたいと思うので、ハイデルベルグ城に行きたいと思います。待て、お前たち。見たところ旅の者のようだが、ウッドロー陛下に謁見か。謁見の約束は取り付けているのか。約束のない者への謁見は数週間先になるぞ。数週間？冗談じゃない。そんなに待ってられないよ。待て、カイル。俺に考えがある。約束は取り付けてないんだが、試しに陛下に話を通してもらえないか。スタンの息子のカイルが来た。そう言ってもらえればわかるはずだ。だから約束のないものは。待て、スタンと言ったな。まさか。いや、そんなはずは。だから試しにでいいんだよ。ダメだったらすぐに引き下がる。とはいえ、ウッドロー が旧知の友の息子を無下に追い返す方とは思えないがな。わかった、話してみよう。ねえロニー、なんて言ったの？ん？ま、細かいことはいいじゃねえか。随分と姑息な手を使うな。まあ、言ってしまえばそうだけど。なーに、会えたらそれでオッケーなんだ。硬いこと言うなよ。まあ、嘘はついてないからね。付き合いきれんな。僕はしばらく時間を潰してくる。お前たちだけで会ってこい。待ってよ、ジューダス。失礼いたしました。すぐに謁見したいとのことです。おい、本当か？約束のないものの取り次ぎは。いいんだ、陛下から丁重におもてなしをしろとのお達しだ。え、え？さ、カイルさん、中にお入りください。ワクワクよし、忘れないうちにスキッと。なんだ、ずいぶんとあっさり入れるんだな。ちょっと拍子抜けしちゃったよ。一体何を言ったの、ロニー？なに、英雄スタンとルーティーの息子がウッドローを訪ねてきたと言ったのさ。そしたらすんなり通してくれたよ。へえ、俺って結構有名人だったんだね。カイルがっていうよりはスタンとルーティーじゃない有名人っていうよりも友達だからね。いよいよウッドロー王に謁見か。どんな人なんだろう、ワクワクするな。これで終わりかな。いよいよ、よしよし、終わり。お、なんかすごい絵がある。神の目をめぐるソーラの題材にした絵画だ。妖英雄とソーディアの活躍が描かれている。ちょっとじっくり見たいよ、こういうの部屋もありそうですね。確かに面影があるな。おじさん、俺の顔に何かついてる？あー、いや、謁見の者は階段を上がってさらに先に進むように。スタンを知ってる人だったらカイルそっくりだっていうのもわかるかもね。謁見の間はこの上になります。あ、本当に、え、何？いえ、何でもありません。カイルはあんまり分かってないようだけどあれ、こんなところにもいる。あれ、有事の際に使われるのだろう。実戦仕様の武器が並んでいる。槍か。巨大な板金鎧なんていうもの、とっても重そう。あ、え、シェフじゃないんだ。料理しているか。包丁は使ってない。料理、あ、ね、なんか使い方とかコツとかじゃないんだ。実戦仕様の鎧だ。非常に手の込んだ作りをしている。チーズが、持ってないのか。まあいいか。お、なんかあったかそう。霜降り。なんでこんなところに鋭く研ぎ澄まされた武器だ。一流の鍛冶師の手によるものだろう。あれじゃない？ソウル&ソードの天使さん。名前忘れちゃったけど。
巨大な廃炉の先ですね。兵士たちは武器を持って戦うことこそ戦争だと思っているが、経済もまた戦争なのだ。得をする者がいれば、その一方で損をしている者がいる。みんなが恵まれているというのはなかなか難しいものだよ。言えてみようですね。君たちは23,644ガルの持っているのは何で知っているんだ。お金の大切さとお金に潜む魔を忘れないようにな。君たちの所持金が極めて少なった時、そして極めて多くなった時、また私のところに来てみなさい。もう、不思議な人。あ、もう。ありがとう。そうそうね。お金大事だけど、怖いね。ミックス組。よし。じゃあもう一個の部屋入って、で、越見の間。早く会いたいっていう気持ちはあるんだけど、探索したいっていう気持ちもすごいあるんで。アップル組。英雄スタンの息子が来たってみんな騒いでるけど、どうせガセだろガセ。何言ってんだ、俺は正真正銘父さんの息子だぞ。お前が英雄スタンの息子？おいおい、冗談の大概にしろよな。本当なのに、大方嘘ついて引っ込みつかなくなったんだろ。早く謝っちまいなって。もうそれで謝って許されるもんなのかな。ウッドローだったら、そんなに咎めはしないだろう。卵。いや、こんなとこ卵置いといたら大丈夫？なんか中途半端な状態の卵になりそう。オレンジ組。意外とアイテム落ちてますね。落ちてるっていうか置いてくれてるのかわかんないけど。よし、じゃあ行くぞ。ああ、まだだった。一見の方はそこの階段上がってってどうかされました？いや、なんか目の前に来たらすごく緊張しちゃって。ふふ、大丈夫ですよ。陛下は気さくでお優しい方ですから。知ってる。陛下は気さくでお優しい方ですから、固くならなくても大丈夫ですよ。なんか街の人もみんな優しいな。まあなんかすごい豪華な作りになってるな。え、こっちは何だ？ちょっと待って、何だ？いろいろいける。ウッドローごめん。いや、ようこそ。ここまで登ってくる方、珍しいんですよ。これは金？ずいぶん大きいね。ええ、先々代の国王様が平和の象徴として建てたんです。すごく澄んだいい音が鳴るんですよ。ここを一人で守るのもちょっと寒くて凍えちゃいそうだね。ほんほんほん。あれ、ちょっと待って。降りたい。あれ、降りたい。ちょっと待って。よし。こっちは何だ？なんか会議室っぽい。なんかないかな。なんもないな。こっちは？もうな、あ、え？あー、公園の方か。なるほど。すごいなぁ。結構自由に見学させてくれる感じなんですね。あっち行くな、こっち行くなって感じじゃない。これは、TOD の時にあったハイデルベルグ城とはまた違うのかな？もっと広かったけど、あっち。まあでもリメイク版だからな、あれは。こちらの通路が客室に通じています。はい。ちょっと行ってみよう。筋肉。さすがに王女、小物の一つ一つが素晴らしい出来栄えだ。はぁ、まあ、下手なものは置けないだろうね。まあだからって豪華絢爛に。ああ、セーブポイントだ。セーブしよう。なんか、飾るわけでもないと思うけど、じゃあちょっと一旦セーブします。 OK、 セーブしたんでちょっと探索。うん、ここには何もない。こんな隙間にも入れるんだ。よし、とりあえずセーブできてよかった。じゃあもう
片方の部屋入って、次くらいで、ウッドローさんに会えるかな。ルンボトル。年代物の品のようだ。壊さないように気をつけよう。壊したらもう弁償とかいう事件じゃなくなっちゃうものも、下手したら置いてそうだからな。年代物の品。あ、ちょっと待って。あ、巨大な、あ、これさ、もう読んだ。ウッドローの部屋、入れちゃうの？これ大丈夫？警備。ホーリーシンボル。装備か。あ、銃出せないんだよね。聖なる紋章、徐々に HP が回復。これもいいな。メンタルガングルが、重いんだよな。だったらジューダスに高齢シンボルつけてあげたいと思う。素晴らしい品々が並べられている。さすが王様の部屋って感じ。トワリングスティック、どんなアイテム？チアガールのバトンか。くるくるだって。あ、結構上がる。クラフトマン。アイテム使用。あ、これいいじゃん。これにしようと。よし。まあ、だいぶ時間がかかっちゃった気もするけど、ウッドローに会いに行きましょう。とか言って、この先。あ、そうだよね。もう一見の間。はい、越境の方は正面の階段ね。ああ、毎日毎日、越境者の相手ばっかりか。なんか、どでかいこと起きないかなーって、こんな平和な世の中じゃ無理か。なんか、下手にフラグ立てないでくれるかな。陛下への越境の方ですね。正面の階段を上がってください。じゃあ、登ってください。ね、まさかとは思うけど、あの人来ないよね。すごく嫌な予感するんだけど、来ないよね。ん？誰か来てるみたいだ。え、ちょっと待って。我々はこの国の人々が幸せに暮らせるよう力をお貸ししたいだけなのです。こんなところまで来るんだ。大変ありがたい申しで感謝します。わあ。しかし年を取るとどうも疑り深くなってしまう。わあ、なんか前よりもっと声が柔らかくなって、いや、ダンディーだなあ。ウッドロー王がレンズの提供に関して慎重なのは無論こちらも承知しております。ですがレンズの力をもってすればより多くの人を救い幸福に導くことができます。私たちは神に仕える者として可能な限りの救いの手を人々に差し伸べたいのです。協力してはいただけませんか？あなた方の尊い信仰心を疑いたくはない。しかし先の動乱が信仰心厚き大司祭から始まったこと、あなたもご存知かと思うのだが、王の信頼を勝ち取るためには相応の時間と努力が必要なこと、よくわかりました。今日のところはこれで失礼します。いずれまた。またお会いしましたね、カイルさん。あの人は？え、いいの？追うの？スキットは？今のって確かエルレインだったよね。間違いねえ。しかしアイグレッテにいるはずのエルレインがなぜここに？え、終わり？今のって追った方がいいのかな。いや、どうすべき？だっていよいよウッドロー王に。なんでなんで？やっぱ越見すればいいのかな。今のってまあ、いっか、行くか、ウッドローのところ。
いや、なんかだいぶ落ち着いて、とか前から落ち着いてたけど、なんか安心するな。次の越権者はカイル・デュナミス殿であります。はじめまして。陛下におかれましてはご機嫌うるは。落ち着けカイル、何言ってんだかまるで分かんないぞ。しょうがないよね。私がウッドローだ、よろしく。さて、話に入る前に一つ言っておきたいことがある。君たちは越権の順番待ちを割り込んで入ったようだが、あまり褒められたことではないな。そうですよね。みんな時間を作って順番を待っている。君だけではないのだよ。あ、すいませんでした。違うんです、ウッドロー。割り込ませてくれるよう頼んだのは俺なんです。だから。いや、分かってくれたのならいいんだ。君たちを罰するつもりなど毛頭ない。それと今後は越権の申請はしなくていい。いつでも気軽に来てくれ。優しいな。え？戦友であるスタンとルーティーの息子なら、私にとっても息子のようなものだ。嬉しい、なんかすごく。息子が親に会うのに手続きをするなどおかしいだろ。ああ、ウトローがちょっと思うところがあるんだろうなっていう。POD をやってたから、なんかすごい感慨深い。陛下。陛下というのも硬すぎるな。さん付けで構わんよ。私もカイル君と呼ばせてもらうが、構わんかね。もちろんです、陛下。じゃなくてウッドローさん。ところで、わざわざクレスタから出向いてきたのには理由があってのことだと思うが。それは私からお話しします。ウッドローさんに会って確かめたいことがあったんです。ダメだったか。あのさ、元気出しなよ、リアラ。カイル君、これは一体。ウッドローさん、リアラは英雄を探しているんです。英雄を探している？最初はフィリアさんにお会いしましたが、私の求める英雄ではありませんでした。それでウッドローさんならもしかしてと思って。だが、私も君の言うところの英雄ではなかった。つまり世間で言われるような英雄が君の探す人物とは限らないわけか。なかなか厳しそうだな。大丈夫だよ、リアラ。俺たちがついてるじゃんか。なんとかなるって。さすがは親子だな。スタンも困難に遭うといつもそんなことを言っていたよ。父さんも？リアラ君、一つ私からアドバイスだ。はい。諦めるな。何とかしよう。スタンのそんな言葉があったからこそ、私たちは最後までやり遂げられた。英雄とは彼のような諦めない心を持つ人間のことかもしれん。それを覚えておきたまえ。はい、ありがとうございます。もし忘れそうになったら、隣にいるカイル君を見ればいい。彼は親から英雄の素質を確実に受け継いでいるようだからね。え、それって。無論まだまだ努力する必要がありそうだが、素質があるのは間違いないからな。はい、頑張ります。任せてください。英雄、俺が英雄か。そういえば、さっきエルレインがいましたよね。どうしてここに？レンズがどうとかおっしゃっていたようですが。聞こえてしまったか。できれば知られたくはなかったのだがな。どうせレンズをよこせと言ってきたんでしょ。連中のやり口はどこでも同じですから。まあ、そんなところだ。正直私の手にも余っているのだが、何分量が量だ。誰かに渡すわけにもいかなくてね。そんなにあるんですか？よかったら見ていきたまえ。玉座の後ろの部屋に集めてやる。
と会えて嬉しいわ。なんか若干涙腺うるっときたし、ニヤニヤが止まらないです。なあ、せっかく見ていいって言ってんだから見せてもらおうぜ。そのレンズの山ってのな。ロニー、ここのは盗んじゃダメだからね。バカ、言われなくても分かってるよ。それぐらいはね、まあ常識っていうかモラルっていうか。なあ、オッケーオッケー、じゃあ見に行こう。ここは越見の間です。はい。玉座の後ろにある部屋に我が国のレンズが集められている。興味があるなら覗いてみるといい。はい。じゃあちょっとだけ、あれ、話変わる？変わらなかった。じゃあ行きましょう、レンズを見に。おお、うわ、すげえ。パンダリア中から集めるとさすがにこれぐらいの数になるか。こりゃあ頭にの連中が目をつけたくなるのもわかるぜ。すごい綺麗だからね。全部レンズなんだ。何枚ぐらいあるんだろうな。これで終わり？お。先の最悪の後、人々の間にレンズへの依存を控えようという機運が高まった。そのこと自体は歓迎すべきことだったのだが、破棄の仕方が問題になってね。むやみに捨てたんじゃ、また誰かに悪用されるとも限らないってわけか。そこで私が管理を申し出たのだ。その結果があの大量のレンズだ。レンズの集中を危惧していた私がこうして大量のレンズを抱える羽目になるとは、皮肉なものだな。でもそれはファンダリアの人たちがウッドローさんを信頼している証拠だと思います。ウッドローさんに任せれば安心だ、そう思ったからこそみんなレンズを預けたのでしょう。だといいのだがな。ともかく一度預かった以上は責任を持って管理しなくてはいけない。悪用されぬようしっかりと監視せねばな。なんかいろいろフラグに聞こえてきてしょうがないけど、あんまり無理しないようにウッドロー。レンズの力が一つに集まることで、かつて大いなる災いが引き起こされた。あの過ちを二度と繰り返してはならない。私は王として常に自分にそう言い聞かせているのだ。父親に負けない剣王になったんだね、ウッドロー。これで外出ればいいかな。英雄スターのご子息とこうしてお話ができるとは、妻に良い土産話ができました。カイルさん、ぜひ街の方も見ていってください。きっと気に入られると思いますよ。うん、そうさせてもらうよ。ありがとう。もう随分楽しいんだけどね。あんた本当にあの英雄スターの息子だったんだな。実はどでかい事件だ。いやー、両親にも自慢できるよ。なあ、握手してくれよ、握手。ああ、お安いご用さ。いやー、スターも愛されてるな。俺、初めてこの国に来た時になんだか他の国とは違うなって感じたんだ。なんか活気があるっていうかさ、その理由が少しだけ分かったような気がする。ああ、レンズに頼らず先の騒乱から復興しようとしている。アタモニ診断とは正反対だ。ある意味ではここは世界で一番強い国なのかもしれないな。そうかもね。英雄、俺がとりあえずジューダスと合流しようぜ。はーい、探しに行こう。英雄、よしよしよし、じゃあ行きます。すごい。あー、下またいつでもお越しください、カエルさん。ありがとう。うん、ありがとう。おう、ジューダス。なあ、聞いてくれよジューダス、ウッドローさん、やっぱすっごい人だったよ。そこにいるだけでなんかこう英雄って感じなんだよ。でも全然威張らないし気さくな人でさ、俺のことを自分の子供みたいだって。しかもだよ、彼は親から英雄の素質を確実に受け継いでるようだからね。だって英雄王に期待されちゃうなんてさ。やれやれ、思った通りだ。え、気づかないのか、ウッドローも兵士たちも
お前のことなど見てはいない。お前の後ろにいるスタンとルーティを見ているだけだ。親から受け継いでいるというウッドローの言葉がそれを証明している。違うか？まあ一理あるけど、期待してるのは本当なんじゃないかな、ウッドローが。いやら、結局ウッドローはお前の求める英雄だったのか。まあでもあんまり調子に乗りすぎないように、ジューガスみたいな、なんだろう、慢心するなっていう注意を促してくれる人も必要だと思うけど。違ったのだろう。でなければカイルと一緒に出てくるはずはないからな。ええ、新しい手がかりもその顔を見る限りなさそうだな。それだというのに、お前は一人で浮かれていい気なものだな。ウッドローにおだてられ、城の兵士たちにチヤホヤされ、さぞ気分が良かったことだろう。だが仲間のことを考えられん奴が英雄などになればしない。決してな。あ、カイル。確かにお前の言うことは正論だよ。だがそれにしたって言い方ってもんがあるだろう。よくもそんなことが言えるな。お前もウッドローたちと同じじゃないか。何？城に入る時のことを忘れたのか。お前はスタンの息子というのを利用したんだぞ。あの瞬間から連中はカイルをカイルとしてではなく、スタンの息子として見出したんだ。それは時間がなくて仕方なく。なら結果としてカイルがああなったのも仕方がないということだ。あいつがなりたいのはただの英雄じゃない、スタンのような英雄だ。どんなことがあっても常に仲間のことを思いやる、そんな英雄だ。だとしたらちゃんと言ってやらなくてはいけないんだ、たとえあいつが傷つこうと。ジューダス、なんかそんな役回りだけど、それを引き受けられるジューダスはすごいと思うよ。私行ってくる。称号スタンの息子。ごめんね。え？遺跡の奥でリアラと出会って、それからいろんなところを旅して一人前になったつもりだった。ウッドローさんに英雄になれるかもって言われて認められたつもりでいた。でもそれだけだった。父さんや母さんを超えてもいない、誰一人救ってもいない。リアラが困ってる時も俺ただ浮かれるだけで、これじゃただのガキだよな。カイル、ジューダスにそのこと言われて、俺本当にバカなんだなって思って恥ずかしくなって。あ、でももう大丈夫だから心配しないで、先に戻ってて。カイルは？俺ちょっとぶらついて頭冷やしてくるよ。ねえカイル、私も一緒に歩いてもいい？ああ、いいけど。決まり、行きましょうカイル。うん、なんかいいバランスだと思うよ、みんな。ちょっと不器用だけどね。こんなに寒いのに、みんなすごく活気に満ちてる。本当にいいところね、ハイデルベルグって。やっぱりウッドローさんの知性がいいからかしら。ウッドローさんも確かにすごいけど、ここの町の人みんながすごいっていうのもあるんじゃないかな。なんていうかさ、雪どんとこーいって感じじゃん。これがロニだったら一日中家の中で寒いって言って布団で丸まってると思うよ。本当にいそう。でもカイルの言う通りかも。誰か一人が優れているからじゃない、みんながそれぞれ頑張って生きているから、
ここはいい街なのね。それが分かるのが二人もかなり成長してるというかいい感じなんじゃない。もう言葉ボキャブラリーが少なすぎて表現できないわ私には。見て見てカイル、道も屋根もみんな雪だらけ、すごいね。リアラってばすっかりはしゃいでるね。あら、そういうカイルだってさっきまでの顔が嘘みたい、ニコニコ笑ってるじゃない。そっかな。でもそういう方がカイルらしくていいよね。なんだよそれ、じゃまるで俺がいつでもヘラヘラしてるみたいじゃないか。あら違うの。言ったなこのカエルなんかに捕まらないですよーだ。うわー、なんか見ててほっこりするわ。そろそろみんなのところに戻ろっか。そうね、きっとみんなカエルのこと心配してると思うし。終わりかな。そろそろ、ね、はい、こっち回らなくてもいいのかな。多いな。オッケー。まあジューダスも立ち直るだろうと思ってあえて厳しく言ってるところもあると思うし、じゃあ戻りますか。また多少イベントがありそうですけど、やっぱり。ねえカイル、こっちに公園があるみたいよ。公園？せっかくだからちょっと休んでいきましょう。ね。でもさ、寒いんじゃない？休むならみんなと合流してからあったかいところで。あら、せっかくのデートの誘い断るつもりなの？おお、リアラ積極的で、デート？ほら、早く早く。リアラは上手いな、扱い方がと言ったらあれだけどほら、帰る、早く行きましょう。あ、待ってよ、リアラ。公園に行きましょう。ハイデルベルグ城の城門の前を右に入れば公園に出られるわ。これで終わりかな。こう、オッケーオッケーオッケー。ん？父ちゃんの息に火をつけたらきっと燃えるって母ちゃんが言ってたぞいくらなんでもそれは嘘だよな、怖いよあぁ、すっげぇ。ほら、見て、山も森も雪で真っ白、すっごい景色だな。本当に綺麗。でも何か見てて不安になる。不安？どこまでも続く雪原で目印も何にもない。どこに行ったらいいのかわからない。それって不安にならない？そうかな。俺なんか見てるだけでワクワクしてくるけど、だってさ、見渡す限りの雪原ってことはどこに続いてるかわからないってことだろ。今もさ、見てるだけでこの雪原の先には何が待ってるんだろうって胸がドキドキしてるんだ。カイル、でもさ、こんなこと思うの俺たちだけだよな。ハイデルベルグの人たちに雪見ててワクワクしませんかとか言ったらさ、スコップ渡されていいから雪かきしろとか言われるんだろうな、きっと。すごいね。ああ、ここの人たちほんとすごいよ。こんな雪だらけのところでも全然めげたりなんかしなくて。ううん、そうじゃないの。すごいと思ったのはあなたよ。俺が？私とカイルは同じ風景を見てた。けれど、思ったことは正反対だった。私は、何にもないから不安に思った。先が見えないって、途方に暮れた。でもあなたは違った。この先に何が待っているのか楽しみだって。そんな風に、いつも前向きに考えられるのって、羨ましい。そうかなリアラみたいに繊細じゃなくて単にバカなだけだと思うけど、だからジューダスやロニにもうちょっと考えろだのバカだの言われてるしでもジューダスもロニもきっとカイルのそういうところが好きなのよ。まっすぐで
いつも前向きで、みんなに元気をくれる。そんなカイルが好きなんだわ。そうかな。絶対そう。私にはわかるの。だって、私も、同じだから。え、リアラ、それって。あなたが、私の探している英雄なら、よかったのに。リアラ。大変なことになってるらしい。どうする？って聞くだけ野暮だな。そういうこと。行こう、みんな。大丈夫かな。ちょっとその前にきっと。俺たちも外にいたから詳しいことは知らねえが、とにかく城に急ごうぜ。ああ、立ち直りが早いのもあいつ譲りか。ん？なんか言った？いや、なんでもない。城に急ぐぞ。がスタントを変えるの強みでもあると思う。強い、人間的に強いところでもあると思うけど、俺たちも外に。オッケー、とりあえず、あ、カイル、そこの通路を進んで城の裏口に出ろ。そっちからの方が早いはずだ。はいはいはい、わかった。もうちょっと本当はセーブしたいんだけど。え、マジで大丈夫？誰が飲みたいなら一人で飲む。大丈夫だよな。みんな気づいてるよね。ヒー、ヒーが、バカでかい竜が、逃げないと。ちょっと落ち着いてよ、ランク。あー、カップルか、カップルか。帰る。はいはいはい、ごめん。一体どこへ行くつもりだ。ウッドローの元へ急ぐんだ。はい。本当はセーブがしたかったんですけど、ちょっと時間的にもいい感じなんで、ここで中断して終わりにしたいと思います。今回はいろんなイベントが見れて、ほっこりしたり、しんみり、結構かな。ね、そういう気持ちになったり、いろいろやってて楽しいですよね、ほんと。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。